とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、やっていきましょう。皆さん、リンク使うことって多くないですか？俺もリンクを使うのが一番多いんだけど、装備に悩むことってありません？リンクって装備が確か60種類ぐらいあるのよ。で、その中で何をつけようかなって悩んでる方も多いかと思います。今日はリンクの最強装備5選集めました。5つね、おすすめがあるんです。それを紹介します。それでは行きましょう。それではおすすめの装備その1、重心の剣だね。まあ重心の剣はブレスオブザワイルドでも最強の剣があったでしょ。今回も重心の剣はかなり強くなってます。まず隠された刻印がやばい。1つ目、攻撃時 11% で弱い敵を一撃で倒す。そして2つ目の隠し刻印、ガード時 10% でガードジャストが発生する。まずね、この弱い敵って言うんだけども、弱い敵は雑魚敵のことだね。ネームドの敵は一撃で倒すことはできないんだけども、雑魚敵は一撃で倒すことがあります。スーパーハードモードの雑魚敵ってちょっと硬いところがあるでしょ。そういうやつを一撃で倒せるのでなかなか便利です。そしてガード時 10% でガードジャストが発生。これなんだけども、発生率はねそこまで高くない、高くないけども、まあ普通にガードしてる時にいつの間にかガードジャストしてくれるので、まあチャンスが増えてなかなか使い勝手はいいですね。まあ攻撃力が高いっていうのも魅力の一つです。続いておすすめ装備その2、重心の体験です。まあ重心の剣に続いて体験もかなり強くなってますね。隠された刻印が1つ目、注目中の敵へのダメージが 11% アップする。そしてもう一つ、与えたダメージを一部吸収してハートを回復となってます。まずね、この注目中の敵へのダメージが 11% アップ、これが強い。もともとの攻撃力が高いのにさらに 11% アップする。ボス戦ではね、無類の強さを発揮します。そして与えたダメージを一部吸収するやつなんだけども、ボス戦とかではそんなに吸収しない。でも雑魚戦ではゴリゴリ吸収するからめちゃくちゃいいよ。ただ捨て身の攻撃で減った HP、 あれはね回復しないんで注意しましょう。まあ捨て身の攻撃で減った HP を敵に1回削ってもらって、その後攻撃すると回復するんで、まあ、そこはねちょっと注意が必要だね。おすすめ装備その3、王家の槍だね。槍はなんで重心じゃないのって思うでしょう。重心の槍はそんなにね良くなかったんだよね。 HP マックスで攻撃アップと敵を一撃で倒すっていうのがついてたんだけども、俺はそれよりもこっちの方をおすすめしたい。一つ目が攻撃範囲 14% アップで、もう一つ注目中の敵へのダメージ 11% アップ。やっぱりね、注目中のダメージ 11% アップがかなり俺は使えると思うので、重心よりも王家を槍は押したいと思います。これがねおすすめの装備その3です。それではおすすめ装備その4、マスターソードだね。攻撃力自体は若干低めの武器だけども、衝撃波が飛ぶのですごくね使いやすい。範囲が広いから雑魚敵をまとめて倒すのにすごく向いてる。で、能力も素晴らしい。1つ目の隠し特性が
ハート満タン時のダメージが 8% アップする。そして2つ目の隠し刻印が与えたダメージを一部吸収してハートを回復する。ものすごくね、マスターソードとマッチしてる2つのスキルになってるね。まずマスターソードはマックスじゃないと衝撃波が出ない。なので HP を吸収するスキルっていうのはすごくマッチする。でさらに満タンの時にダメージがアップするスキル、これもねめちゃくちゃいいのよ。なのでこれはおすすめで、つけるスキルは俺はね攻撃速度をおすすめしてるんだけども、まあハート満タンの時にダメージアップ、それをね4つ全部つけてもめちゃくちゃ強くなると思うよ。まあこれは好みだと思うんだけど、4つ目、マスターソードだね。ではこれが最後だね。おすすめ装備その5、王家の剣です。王家の剣は隠された刻印がめちゃくちゃいいのよ。まず一つ目につくのが攻撃速度 8% アップ。そして二つ目につくのが通常攻撃の最後がクリティカル攻撃になるってやつ。これのね攻撃速度がめちゃくちゃいい。他の武器って4つしか攻撃速度アップをつけれないのよね。でもこの剣だけは5個ついてるの。攻撃速度がもうほんとバカみたいに速くなるので超おすすめ。今までだったらば潰せなかった攻撃をゴリ押しでね潰すことができるようになるんでめちゃくちゃいい。でもう一つのこの通常攻撃の最後がクリティカル攻撃になる、これはねおまけ程度に考えてていいと思うよ。通常攻撃っていうのが Y を連打して出る攻撃、あれの一番最後の一撃がクリティカルになります。まあクリティカルっていうのが、敵の弱点が見えてなくてもゲージを1個削るっていう攻撃なので、まあおまけ程度にね考えてるといいと思います。はい、ということで今日はリンクのおすすめ装備5選やってみました。まあリンクの装備60種類ぐらいあるけども55種類ぐらいは隠されたやつを全部見たのよ。その中で選んだやつなんで、まあ間違いないかなと思うんだけどね。まあ人それぞれちょっとね好きなやつ嫌いなやつあると思うんで、まあ一概には言えないんだけども、俺としてはこの5つを強くおすすめしたいと思います。それではまたやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価を押していただくととても喜びます。それではご視聴ありがとうございました。